ちらの商品は何でしょうか。これはスピーカーになるものです、はい、とは言ってもですね、本当に多機能なんです。まずこちらのスピーカーはウーハーがついているのでとっても音がいいです。そしてワイヤレスで音を流すことができるので、無駄なコードでいろんなものでかさばったりしません。で、そのワイヤレスでつなげる他にこちら自体にバッテリーが内蔵されているので、特に電源につながなくともだいたい野外で 5,6 時間の再生ができます。もちろん家の中とか室内でしたらコードでつないでる状態でももちろんできるんですけれども、持ち運びするのがとっても便利というオールマイティに使える商品です。で、例えばこういった iPhone や他の音楽を再生する機械で Bluetooth が使えるものであれば、こちら拾ってくれるので、いちいちはい、つなげてとかそういう作業が全く必要ないので、とっても簡単にカジュアルに音楽をかけることができます。では早速ですけれども、どれだけの凄さなのかをやってみたいと思います。今こちらに用意してあるのは iPhone です。で、音楽をちょっとかけてみます。こんなに音が、これもちろんもっと大きくなります。これも全て iPhone の方で操作して、今音を大きくしたり小さくしたりとか、そういうのも全部ワイヤレスでできます。で、さらにすごいのがこちら、音楽をかけてる時に例えば電話が鳴ってしまったとなった時に、電話が鳴ったらこの状態で音がちょっと変わります。わかりますか？撮ってみましょう。で、これで撮って選択する画面があるので、これで話すとすると、お、聞こえますか？もしもし。こうやって相手の音がですね、聞こえてくるんです。で、これでお電話が終わりました。こっちで切ります。すると、音が戻ってくるんです。すごいですよね。なんか、ワイヤレスでも話せるし、もちろんスピーカー音で話さないっていう選択もできるので、そのまま電話に気づいてこっちの携帯で話すこともできます。そんな選択も全てこれでできちゃうっていうのがとても素敵な。で、最後にこんなちょっとツイストしているデザインなので、ちょっと置いておくにもインテリアとしてもとても素敵なデザインになっています。ぜひいろんな機能がついているのでチェックしてみてください。